はい、2022年4月10日です。今日はふなっしー店に来ております。ふなっしー店は津田沼のパルコの2階でやっております。船橋市民は250円、市外の方は500円で入ることができます。これは展示会の外にありますブースでありますので、です。これが展示会の入り口です。ぜひ皆様月末、7月末まで ですのでぜひお出かけください。ということで発信は朝倉でした。はい。こんにちは。後半35分は固い質問をしますが、最初の5分だけ、緩い質問をさせていただきます。今年になって船橋市非公認キャラで市の名産である梨の妖精であるふなっしーが、テレビやインターネットで話題を集めています。新垣結衣とともに16社 CM に出演しているほか、和田アキ子、テリーと加藤浩次、ビートたけしの番組にも出演し、3月1日にはついにキャリーパピャンピャンがツイッター上でふなっしーの動きに一目惚れした恋かなという衝撃の告白をしました。テリーとは今度ふなっしーに船橋を案内してもらおうと発言し、船橋と梨に全国の注目を集めております。そこで、まず質問いたしますが、市長の市政執行方針の中でも、15ページで人が集まる元気な街の実現のためには、こうした船橋の魅力をさらに高めて発信していくことの必要性と書かれていますが、ふなっしーの発信力や、ふなっしーを通じて船橋市や那市が全国的に注目されつつあることを、どのように評価いたしますでしょうか。企画財政部長。ふなっしーの評価ということでございますけれども、最近特にですね、このメディアに取り上げられて露出度も高くなっておりまして、船橋市およびですね、本市の産品である梨が注目されているということは、非常にありがたいことだと思ってます。で、現在のところこれを公認とかいろいろお話ございますけれども、特にそういった考えは持ってないわけですけれども、状況が許せばですね、各種のイベントなど盛り上げていただけるようなものがあれば、どういった対応が取れるか、これは町内でちょっと協議してみたいと、このように思っております。以上でございます。以上。朝倉議員。私もふなっしーのパフュームのような鋭い踊りのキレ、驚異的なジャンプ力とともに、非公認で単独自腹でさまざまな場所に駆けつけ、これまでアピールしてきたふなっしーのパワーに感銘を受けております。 Facebook や Twitter でふなっしーに注目する市民の方やファンの方々のご意見をお聞きしていますが、公認すべきという意見がある一方で、非公認のままの方がいいという両方の意見があり、大激論となって安易に結論が出せる状況ではありません。ふなっしーご自身は2月9日のテレビ情報セブンデイズで次のように発言しております。ふなっしーは今船橋で許可されてないなっしー、せめてお祭りぐらいには呼ばれたいなっしー、そこで提案します。公認非公認には関係なく、船橋市一番、船橋の一番代表的な祭りである7月下旬の船橋市民祭りに招待し、例えば6月末に選ばれる新市長とジャンプを競い合う大会などを実施するなど、船橋を盛り上げるイベントにし、ぜひ船橋を全国にアピールしていったらいかがかと思いますが、いかがでしょうか。経済部長。ふなっしーを市民祭りに招待してはということですけれども、市民祭りは、市民のメンバーが中心となって組織する、実行委員会で運営しております。朝倉議員のご提案については、
まあ、今後開かれます実行委員会に諮ってまいります。朝倉議員。ありがとうございます。任意項の発言通告の文言には一部間違っているものがありますが、発言は、言葉を持って訂正させていただきます。災害救助用の小学校、公民館の、給水槽の蛇口の設置と管理、マンションの、給水槽への蛇口設置の、規制緩和について、質問いたします。